こんにちは。福岡県久留米市手島整骨院院長の手島正彦です。今回膝関節の痛みについてのテクニックをご紹介したいと思います。早速ですが、膝の痛みを取るに一番ちょっと重要だと思っているポイントがあります。それは関節包ですね。もちろんですね、筋肉や、靭帯、半月板とかですね、もちろん骨も含めてですね、これでも重要ですが、共通して膝の痛みに必要なポイントがこの関節包になります。カプセルと書いてありますけど、いわゆる膝を覆っているものなんですが、これはですね、深層のサポーターだよということですね。サポーターですね。サポーターだよということで、これどういうことだと、サポーターというと、膝の関節をこう、覆っている筋肉とか靭帯とかっていうのあると思いますが、これどっちか表層ですね。表層の筋肉は表層のサポーター。靭帯の中は中なんですけど、実はその中にもう一つ、この関節包というのも、実はサポーターとしての役割と。いわゆる膝の動きにもうすごく左右する、影響を与えるものになっていますので、それを今日ご紹介したいと思います。そしてテクニックもですね、この2つ書いてますけど、カプセルピールオフテクニックっていうのと、フォワードテクニックっていうのを紹介したいと思います。まず隣、解剖的なのですね、おさらい、皆さんですね、知っている方といらっしゃると思いますけど、じゃあ関節包ってどういうとこなのってところで、この前、骨がありますよね。で、こんな形。こんな形ですね。前から見たらこういう形になっています。覆うようにですね。ちょっとこういう、真ん中、膝蓋骨の上にちょっとこう突出してますけど。で、裏も同様ですね。裏も、この下の脛骨と大腿骨を覆ってます。全体的にこう覆ってるんですけどね。覆ってる。そして、こう来て、お皿の上ですね。はこういうふうに来てるっていうことですね。こんな感じで。これが関節包ですね。解剖学的に見ていたこういう関節包ですね。で、実はですね、この関節包に関しては、病院、整形外科とかで、よく靭帯とかですね、半月板とかを見る MRI とかっていうのが診断あると思います。で、レントゲンでは骨、骨の変形だったりとかそういうのを見たりすると思いますけど、意外とこの関節包に関しての診断というのはあんまりなされてないですね。なので、よく患者さんにも関節包という言葉を知らない患者さん、病院でも聞いてないという方もいらっしゃいますし、どっちかというとその骨だとか、靭帯、半月板、そういった、あと関節、軟骨ですね、軟骨が変形しているよという診断を受けるんですが、この関節包に関してはあんまりないかなという。なので、実はですね、その中でもですね、実はこの関節包ってですね、すごく重要なんですよね。で、これをですね、今日ちょっとまた言いたいと思います。で、皆さんもちろんですね、いろんなテクニックがあると思いますけど、私もですね、もちろんこれだけではないんですけど、その中でもですね、ちょっとこれだけやっても十分効果があるテクニックになっています。で、治療の中で皆さん、例えばですね、または筋肉とか、骨とかのアプローチをする方いらっしゃると思います。あとは、鍼灸師の先生だったら、ツボを使ってやるテクニックだったり、でももしエネルギーだったら、エネルギーを使って、もしかしたらその、波動とかを使って治すと方法もあると思います。実はそれをですね、今、施術科の先生がどの位置をやってるのか、何をやってるのかっていうのをちゃんとこれ頭を整理しながらですね、施術を行うとより効果が出ると思ってますので、それもちょっと紹介したいと思います。今回のですね、この関節包のテクニックっていうのはどっちかというと、構造的なものをですね、さっき言った関節の、骨とか筋肉とかっていうのにアプローチするのと同じで構造的なの。それがですね、この実はこの隣にある、この、フィジカルファクターってあるんですけど、これ、それぞれファクターを3つに分けています。ファクター G、これグラビティって言って構造的なもの。さっき言った筋肉とか骨とか。例えば、例えると、仙腸関節だとか、そういうのも、このグラビティ、ファクター G になってます。で、このファクター T っていうのが、これが、熱力学っていって内臓的なものになってくるんですけど、このサーモダイナミックスっていうのを T の省略ですが、ファクター T になってきます。そして、I っていうのが、インテリジェンスっていって、これがちょっとエネルギー的なものだったり、あとは脳の問題とかね、あと
精神的なメンタル的なものアプローチということで、これをですね、この、まあ、フィジカルファクターというと、まあ、身体の、まあ、ファクター分、要、まあ、いわゆる要因ですね、体の要因を大きくこういった表で表しています。で今回この深層サポーターであるこの関節法って、まあ、この周りのどっちかというと表面の方のアプローチだよということを意味しています。よりこう、ね、中に入れば、まあね、内臓だったり、ね、ファクターっていうのは内臓のことだったりとか、この愛だったり、ね、メンタル的なものアプローチだったりということで、皆さんが何かしらですね、この例えば膝の痛みを取るとか、まあ、腰の痛みもそうですけど、どれかをこう選んでやってて、まあ、いろんなものを組み合わせてやってると思います。で今回ですね、例えばこの関節王というのはこの G の一番外側なので、例えばこの膝の部分がこういう風になったと思うね。そしたら、まあ、こういったですね、まあ、ちょっとピザみたいですけど、こうやって扇形になるわけですね。で、この関節王のテクニックは、ここのエリアの部分だよ、ね、エリアの刺激だよということになります。例えばここで鍼灸の先生が膝をやるときにはどこを使うかというと、これ T なんで、ここをこのエリアを使うということですね。このエリアを使うという、そういう考えですね。で、メンタル的な人、ね、メンタル的なアプローチする場合は、この一番小さいところですね。ということで、どれかを選んで皆さんはやってるということですね。で、今日はこの表面のこの G というところですね。ね、G というところのテクニックになりますので、それを紹介したいと思います。で、よく関節法で、ね、よく言うのは水腫、ね、水が溜まるよっていうありますよね。水が溜まるって、ね、まあ、多くはこの大体四頭筋のこの、ね、下ですね、この辺りにバーッとこう溜まるって、まあ、それが波及してちょっと下の方に来ますよね。よく関節内の、ね、水がこう漏れて出るという、これなんで漏れるかというと、まあ、いろいろ、いやあるんですよね。まあ、老化もそうだし、またもちろん損傷もそうだし、で持続的負荷によって、まあ、どんどんここの関節包と、そしてその上にあるですね、内側広筋とか、ね、外側広筋、ね、こういった上の筋肉との摩擦によってどんどん損傷して、それで漏れたりすることもありますし、こういったのいろいろあるんですが、やっぱりですね、この関節のこういうところはちょっと弱いわけですね。摩擦しやすいので、なぜならこの、ね、内側広筋ってこう来てこうね、室外したいとかね、でこれ外側のですね、後期の外側後期のこのね、外側の下、室外したいというのがあってあるんですけど、特にこの辺は薄いんですよね。薄い、まあ、ちょっとこれ模型がありますけど、これが薄いのですごく、ま、摩擦が出やすいですね。この辺が摩擦が出やすいところですね。それによって、まあ、水が溜まったりするということということは、この関節包自体も損傷が出るので、これでやっぱり硬くなったり、まあ、拘縮したり緊張したりとか、そういう問題が出るわけです。そうすることによってこうやって盛りやすくなったりするので、じゃあこの関節の方にこの拘縮あと緊張とかを取ってやると、よりここがスムーズに動くようになります。スムーズに動く。で OA の患者さんもそうですね。 OA の患者さんというのは変形して痛いんですけど、中にはですね、変形してても痛くない方っていらっしゃるじゃないですか。それなんでかというと、ちゃんと関節法がですね、こうやって先ほどサポーターと言いましたね、サポーターとなって、こうやってちゃんと中でこう働いてるわけです。で、スムーズにですね、この上の肩骨と下の大腿骨をスムーズにアライメントしてくれてる状態ですね。きれいにこうスムーズに動かしてる状態なので、この関節包が固まっちゃうと、やっぱ変形性の人も含めて、やっぱこれがスムーズに動かないわけです。で、痛みを出しちゃう。まあ、そこにある副座神経とかね、その神経系を圧迫すれば、もうすごく痛みが強くなりますし、そういった形で、この関節包がこうやって、中でこうやってこう手のようにですね、こうちゃんと包んでるわけですよ。これが固まってると、手が固まるとスムーズに動かないよということですね。それをスムーズに動かしてやると、変形の患者さんでもスムーズに動くようになる。そして、よくね、さっき言った関節水腫の方も、ね、定期的にこうやっぱこう足が腫れる方いらっしゃると思いますけど、そういう方もこれで防げるということになりますので、ぜひこの、ね、今日紹介するテクニックを覚えてもらいたいと思います。でこの2つですね、まずこのカプセル、1つ目カプセルピールオフテクニックを紹介したいと思います。このカプセルピールオフテクニックっていうのは、まあ、このカプセルというか関節包のね、包ですね、この包の部分ですね、をピールオフ、いわゆる剥がすというピールオフと剥がすテクニックだよという、ここで固まっちゃってるんですよ、付着部でですね、この付着してるところで。特にこの
関節裂撃の部分で固まっちゃってますので、これを剥がしていくっていうテクニックになります。じゃあちょっとやりますね。この関節の例えば脛骨側ですね、脛骨側を模試を使って剥がしていきます。剥がしていきます。こういうふうに剥がしていきます。で同時にですね、この外側の脛骨側ね、を剥がしていきます。こういった形で剥がしていきます。それと同時にこっちはですね、どっちかというとこういうふうに膝大体まあ曲がってる方が多いじゃないですか。ここでこっちが圧力がですね、ここでこう引っ張られてるんですごく伸ばされて固まっちゃってる。でこういうはずなんですか。でどっちかというとこっちの裏側はですね、裏側は縮こまって固まってるんですね。縮こまって固まってる。なので裏側はですね、他のこの大体特に第三肢を中心にこうやって下げてあります。下げてあります。分かります？こうやって下げてあります。でこれを同時にこういうふうにやるわけです。同時にやる。親指は上に向かって三肢を中心に、まあ、大体私は三四肢ですねを使ってこうやるんですけど、こんな感じでしてやるってことで、逆側で外側も一緒ですね。親指をで脛骨側、そしてこの後ろ、膝の方にこの三四肢を当てて、こんな感じ、こっちは下げてやる。これを同時にやる。もし同時ができない場合は一個一個ずつやってもいいです。こうやってもいいですか、ね、別々にやってもいいです。でこっちも別々にこう下げてもいいです。下げてもいいです。こういうふうにやってもいいです。これまあ早くやろうと思えばこういう同時にこうやってやるということですね。で今度はこの大腿骨側は今度反対になります。上から下に押し下げます。こんな感じで押し下げますね。で今度裏側は同時にこっちは下げると今度カウンターですね。こっちの圧が高まってるね、縮こまってる方を広げたいので3、4、4を中心にこうやって上に上げてやると、これを同時にやってやるということですね。こうやって。そして今度この上の部分ですね、上の部分、ここってだいたい直筋とか、まあ、内側広筋外側広筋で結構に、ね、筋肉の上に乗ってるので熱いんですよ。だから直接こうするとちょっと触れづらいので、できれば伸展した、ね、できるだけ伸展した状態でやると、ここの筋肉のいわゆる緊張が取れて弛緩するので、わかります。で弛緩することによってこっち側に持っていきやすいです。この上をいわゆる末梢の方ですね、関節の方に向かってこんな感じで手繰り寄せると、こんな感じですね。まあ、特に重要なのはこの関節面のこの裂撃ですね、この動きを良くしたいので、この周りですね、この周りですね、関節裂撃を中心にやってください。まずこれをやります。これをそうするとですね、少し遊びが出てきます。緩みが出てきますので、なのでこの緩みが出た時にこのフォワードテクニックっていうことで、これ何かというと、まあこれ英語で書いてますから、要は前方引き出し、前方脛骨を前方に引き出すっていうやり方です。でもちろんこの伸展じゃなくって屈曲した状態でやります。じゃあちょっとこっちのね、肩甲骨を使いますね。こうありますね。で大腿骨、脛骨ですね。でちょっとこの左手、ね、左の足になりますけど、でやりやすい方の手の母子球ですね、母子球ですね、この母子球ですね、母子球を使ってください。で私は右手がやりやすいので右手を母子球を使いますと、この膝に当てます。膝に当てますね。こういう感じで、そして引き出します。ぐーっと引き出します。その時に引き出した時にここで持続して止まってください。ぐーっと止まってください。約10秒ぐらいですね。10秒ぐらいして戻します。そしてまたこれ10秒ですね、前方に引き出します。これをですね、まあ、2、3回程度ですね繰り返してください。こんな感じでやります。そうすることによって関節方をね、さっきこうしましたよね、関節をこうで緩めたりしてきましたよね。そして最後に引き出すことによって全体的に伸長されてですね、この
関節の圧力が、ね、均等にこう渡りますので、ということはこの動きがすごく滑らかになりますので、ぜひやってみてください。まあ、もちろん実前実後でですね、膝の屈曲、まあ、いわゆる屈曲したり伸展したりというのをやられると、もっと実前実後の効果が分かりますので、ぜひこの2つをやってもらってください。であとはですね、まあ、ファクター G のこのね表面の治療で、まあ、あとね、例えば筋肉にアプローチだとかも、ね、プラスアルファもちろんされてもいいですし、他のテクニックももちろんやってもいいです。そして、まあ、あとあの皮膚のね走行、これ、まあまあ、これまた使ってるテクニックがあるんですけど、ランゲルラインっていうのを使ってやってるテクニックがあるんですけど、そういうのもやったりとかして改善してます。まあ、特にこの、ね、2つですね、この関節法のアプローチとしてはこのテクニックがすごく有効ですので、ぜひ使ってみてください。それではね、今日はですね、ご視聴いただきありがとうございました。